ショータイム。二等兵の友人です。T 隊長です。隊長でございます。はい、DD さんから、はい、こんなコメントをいただきました。うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ご自身がタイプ4でらっしゃって、うん、大学生の女性、うん、で、大学生でこれから社会に行くにあたって、うん、いろいろ、まあ、不安があって、うん、適職が少ないのではないか、うん、と思っていて、うん、そのタイプ4の適職とか、うん、何がありますかっていう、うん、コメントをいただいております、うん、ありがとうございます。なんでその今日はそのタイプ4はどんな仕事が向いているのかというのをちょっと考えたいと思います、うんうんはい、まあここにね、うん、それを考えろっていうのはもしかしたら適してないのかもしれない、うん、そもそもそこが適してないのかもしれないんですけども、はい、ちょっと一緒に考えられればなと思ってますと、うんうん、で今日はこちら、うん、ですね、9つの性格でわかるあなたの天職っていう本、エリザベス・ウェイゲルさんの本を元にちょっとお話をしたいんですけども、タイプ4、うん、まあ、簡単に、うん、タイプ4のまあ特徴としては、うん、ここに書いてあるのは、個性を表現する才能がある、うんうん、生きる意味を自分の中ではっきりさせたい、うん、人に思いやりを示す、うん、独創性を発揮する、うん、自己実現したいと思っている、うん、周囲にぬくもりや人間らしさをもたらし、うん、職場を明るくする、うん、日々を豊かに捉える、うん、嘘偽りのない誠意を大切にし偽物を嫌うっていうのがあるんですね、うん、ここ今やばい偽物だよって嫌われそう嫌われそうって思いながら、うん、で、タイプ4、うん、まあ、長所としてはその物事の本質を大切にする、うん、上っ面だけのものや、うん、中身のないものは、うん、タイプ4には通用しない、うん、っていう面とか、根気がいる単純な実務であろうと、うん、想像力が必要なクリエイティブな作業であろうと、うん、タイプ4は、目の前の仕事には独創的に取り組む、うんうん、独創的に、うん、まあ、多分そう しないとでも、うん、多分差別化を図るはい、はい、みたいなところじゃないですか。何笑っとんだって話ですで、物事の意味を深く解釈する、うんうん、っていうことが挙げられているんですけども、うん、そのまあ、短所としては、うん、あの傲慢なところがあるよと、うん、まあ、偉そうな態度を取るっていう面とか、嫉妬深いっていう面があるよと、人が持っているものが欲しくなる、で頭にカーって血が昇る、うん、まあ、反応タイプですからね。そんな感じですね、はい、であとはその丸々をしていたらっていう後悔が生まれる、で憂鬱になる、自信を喪失しやすい、なんて面があって、ここで書いてあるその仕事に求めるものとして、タイプ4は偽りを嫌い、本物であることが大切だと考える、だからその賛同できるポリシーを持つ企業で働きたいとか、信頼のおける製品を売りたいって願うところがあるよと。あとはその仕事に求めるものとしては、美しさ、美しいものや美がもたらすときめきに惹かれる、なんでそのそういった美は退屈な日常より価値がある、なのでその美術関係や、あの動画の制作の仕事に就くことが多いと、要は美に関する仕事がしたいっていう欲求があるとか、創造性が発揮できる、仕事に求めるものとしては、芸術や音楽などを通じて自分を表現したいっていう思いがとても強い、あとはその理想を実践できるか、自分をしていることが正しいって思えるかどうか、あとはまあ、あの有利タイプの方ですので、その人とはちょっと距離を置いておきたい、なんて一日中会議っていうところは若干苦手かもしれない。接客とか、ね、はいはい、なのでここで書いてあるタイプ4としては、その
グラフィックデザイナー、うんうん、空間デザイナー、うん、俳優、プロデューサー、作家、音楽家、うん、学科シェフ、セラピストなど個性的であることが評価される仕事が向いている、うんうん、庭師、秘書、健康関連の仕事、うん、工芸家なども向いている、うんうん、あとはその企業社会では、うん、その企業の吸収、合併、買収などへの対応や、社内の改革のアドバイスを行うコンサルタント、うん、なんてことが挙げられてます、うん、さあここから M8 ですと。M8 です、はい、どうタイプ4の適職どうですかって聞かれたらなんて、また僕の汚いやり方、まあうん、先に人に聞く、はい、例えば健全度、健全度が高ければどこでも大丈夫です、はいはい、あもうその時はそれはもうタイプのとらわれがない時っていうことですよね。なのでこう美しいとかっていうことも特にこだわらなくなってるわけじゃないですか。全てがバランスよく見れて、基本エニアグラムはとらわれの部分を手放しましょうの話ですからね、うんうんうん、だから美しいものに価値があるみたいな価値観を4の人が持ってる、それは、うん、人とは違うって思わないっていうところでそこを持ってるわけですもんね。だからそこが手放せれば、はい、多分どこでも大丈夫ですよね。おっしゃる通り、うん、どんな職業でもうまくやってきます、はい、でただまあ言ってもさですよね。そう、はい、多分日常運転って健全度高くないじゃん、うん、って僕は思うんですよ。っていうのと、はい、多分好きですよ作るの、クリエイターとか、あ、うん、でしょうね、うん、はい、だから好きなので、はい、こうやり続けることに苦はない、はい、健全度が下がったとしても、あ、まあ、下がると難しいかもしれないけど、はい、まあ、通常運転レベルであれば、はい、多分作るのは好きですよね。作るのは好きでやり続けられるんじゃないかな。あと今だともうその、うん、制作関係の仕事なんて、うん、まあ、グラフィック、うん、いや紙媒体のデザインもあれば、うん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 、特に今動画、こういった動画もあるしの、うん、制作もあるし、いろいろありますよね。で、その YouTube を見れば、うん、いろんなソフトで何を作るみたいなのは無限にある、うんうんうん、はい、で多分若い人適職っていうことは20歳で適職、あ、20歳で、はい、ってなると、はい、自信がないんじゃないかなと思うんですよね。なるほど、あのクリエイターとしてやっていくみたいな、まだ大学生ですからね。そうそうそう、はい、やってってないですもんね、うん、だから、はい、多分そこに悩んでるんじゃないかなと思うんですよ、はい、だったら悩まなくても大丈夫です、ね、全然。そこからスキルは多分どこからでもいつからでもこう身につけることができるみたいなところなので、はいはい、興味がある、例えば動画の編集に興味があるんだったら、はい、動画の編集を今から勉強したら十分、もちろん、うん、しもう就職してから勉強するのも十分ですよね。十分、僕はその口ですよ、うん、はい、と思ってます。あと適職は、あ、なので今挙げたようなところは、はい、多分好きな部分ですよ。そうですね、4の人が好きそうなところが職業として挙げられているので、はい、まあ、こういうのをやるのは一つじゃないかなっていう。なんかそのなんて言うんでしょう、要は会社名があって、うんうんうん、その会社名にはなんて言うんでしょう、要は大きい会社だとお金がいいよねとかあるじゃないですか、うんうんうん、要はそのネームバリュー、うんうんうん、でネームバリューに惹かれて、うん、入り、うん、なんていうの、でもそこのポリシーには賛同できない、うん、っていうところは向いてないのかなと思うんですよね。向いてないと思う。要はその、うん、ある企業は好き、うん、大きいっていう理由、うん、給料が高いから、うん、あの福利厚生がいいから、うん、っていう理由でそういうのを選んでしまうと、うん、そこがやっている商売は好きではない、うん、っていうのは向いてない気がします、うん、あの私の場合だと、うん、その給料がいいけど、うん、売るものは最低だと思っている、うん、が給料が良ければ OK、うん、その要は、うん、うちの旦那はどこどこにお勤めで、うん、どこどこでお勤めですのよみたいな、うん、ところに価値を置いてるところはちょっとあるので、うん、心をオフにして、うんうん、仕事としてそういうのを売ることはできるんですけど、うんうん、そういうのはちょっと我慢ならんかもしれんですよね。多分4の人は我慢ならないって文句言ったりすると思うんですよ、はい、で社内を変えようとして何言ってんのって言われて、うんうん、行きづらいってなるかもしれないので、うんうん、そういうとこはなんか、うん、ネームバリューとかお金がいいからとか、うんうん、
そういうので選ばない方がいいかもしれないですよね、うんうん、そのだからやりたいことができる場所を探すみたいな感じ、ね、はい、なんか公務員、うん、あの安定だよね、うん、で公務員は選ばない方がいいんじゃないって思うんですよね、うん、公務員、うん、いやもちろん公務員もあの何て言うんでしょう、整備的なところにつけますだったらいいのかもしれないんですけど、あ、ごめんなさい、公務員も愛することができれば、なのでポリシーとしてそこに賛同できれば全然、多分いい街を作りたいみたいなことを思ってるのであれば、ああ、はい、多分ありだと思う。全然そうですね、うん、だけど街並みとかに興味がない。あ、でも4の人が作る街は面白そうですよね。そうですね、うん、見てみたい、うん、はい、だからあの給料、あ、まあ、そもそも給料とかこだわってなさそうですけどね。あ、だと、うん、そこはこだわらない方がいいかもしれないですね、うん、はい、4の人、自分のやりたいことにそもそも目が向いてそうですよね、はい、肩書きとかよりは、はい、であと思うのは、うん、まあ、仮に、まあ、今このせちがらい世の中、うん、ただ飯を食っていかなきゃいかん、うん、っていうので、その就きたくない職業に就いたとしても、うん、その自分を表現できる場は仕事以外でもあるよっていうのは僕思うんですよね、うんうんうん、要は帰ってからこういうのをやったりするのも、絵を描くも楽器をやるでも、うん、今って何でもできるじゃないですか、で、まあ、やる発信もできる、うん、いい時代ですよねと思うんですよね、うん、まあ、何でもできますよ、はい、個人の、ただこう職場が辛いって悩む可能性はありますよ、ね、あとイライラする、はいはいはい、でもなんかまあ、うん、そうするとまあ初めに隊長が言ったのに返ってくるんですけど、うん、もうなんか、教えません、何でもいいじゃんみたいな、あの、まあ、囚われがなければ、はい、手放すことができれば、はい、どんな職業、あ、まあ、例えばなんか悪徳業者とかだったらダメかもしれないですけど、はい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 、普通の会社とか普通だったら多分健全度が高ければどこでもやってきますよ、はいはい、うん、なんて思うんですよね、うん、っていうこの動画が DD さんに届けばと、まあ、昨日もあの、うん、ライブで、うんうんうん、その、うん、女子大生、まあ、うん、女性の大学生が、うん、社会に出るにあたって、うん、アドバイスを考えようなんて、うん、とてもあのおっさんくさい、うん、老害な動画を昨日上げたんですけども、うん、またこれもちょっとつなぎ止められればいいかななんて。何でしたっけ、ネズミ子はやめとけって言ったっけ、要はあの深夜のファミレスとか小便通に気をつけろみたいな動画を上げましたね、うん、はい、っていう、はい、ところで、うん、違う違うと思ったらまた、うん、あのコメントいただければ、まあ、こう、まあ、適職ですよ、今挙げたようなのが多分一般的な、はい、まあ、多分あんまり悩まなくて済むところかなとは思います。でもそこでもやっぱり人間関係はどこでも出てきますからね。人間関係はどこでもあるので、はい、で、まあ、適職ってなるとこうだけど、ここにない、自分は本当はこういうことがやりたいんだみたいなのがあれば多分そこは適職ですよ、うん、し、まあ、うん、そういっ要は例えば僕タイプ6だと思っていた時に、うん、その公務員が向いているって言われるんですよ、うん、なれんっつうのって出てくるわけじゃないですか。なれるかなれないかは別の問題ですからね。はい、なれるかなれないかは別の問題じゃないですか。まあ聞いてる、一緒にしてはいけない問題じゃないですか。そうですね。そっかそっか、そこを僕はねガッて出てくるんですよ、うん、でかなんか簡単に言いやがって、なんかこういうのもクリエイターになれとかってなってると、はい、クリエイターって言われても私今まで何もやったことがないってなると、うん、もう私無理どうしようってなるわけじゃないですか、はいはいはい、で多分スキルの問題であれば、はい、20歳であればいきます、ま、全然、うん、っていうともう、うん、30からだろうが40からだろうが、うんうん、で慣れるか慣れないかはまあ別の問題なので、例えば公務員って言われて、はい、慣れるかっていうのは、はい、もう今見て慣れるかじゃないですか。そう、パイロットって書かれて慣れるかよって。でもそれが20歳だったら慣れる可能性あります、ね、はい、あ、いいな、そういいな、可能性はまだ20歳ならありますよ。俺50だったもうすぐっていう部分です。なるほど、はい、無限にあるって話ですね。可能性はあるので、はい、この中今紹介した中で、はい、あ、これいいかもなっていうのがあれば、はい、目指してみるのがありかもしれないですよね、はい、ただあの、うん、ポリシーに賛同できないとか、うん、ネームバリューだけだったらちょっと考えなくていいかもねっていう、うんうんうん、多分思わないですよ今あれた適職。でも親が言ってくるんですよ、
ほら、あなただから親の言うことよりも今あれば できるんですよ。そうですね、自分の信じる道をですね、はい、に進んだ方が多分うまくいく、はい、っていうところですね、はいはい、いかがでしたでしょうか、はいはい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。